はい次に行きます長尾隆寿愛だから十二とそれから十三まで読んでくださいはい、はい、長尾隆寿愛のコーナーです <laughs> 岸田文雄首相外国人の土地取得規制検討を進めたい参院予算委員会産経新聞の記事です岸田首相は二十五日午前の参院予算委員会で安全保障上重要な土地の利用を規制する土地利用規制法に関し 土地取得の規制も視野に見直しを検討する考えを示しました土地取得の規制を求める声があることは承知をしている安全保障をめぐる内外の情勢などを見極めさらなる政策対応のあり方の検討を進めたいと述べました重要な土地に関してはまもなく指定が完了する見通しだと説明しましたこれに対し長尾さんの X です <laughs> 記事が政府に甘すぎ不適切な土地利用が行われていない段階で予防的に土地取得を規制するための基準や要件を明確に定めておくことは現実問題として困難などと答弁予防的な規制を明確に定めないから現状のようになるのですこんな答弁許してはいけませんこれも長尾さんが書かれた通りですよ。 でな,なんでこういうの甘い記事を書くのかっていう意味が分かんないですよねこ,これは書いてるやつは。 分かかっててこんんな甘い記事書くんですかねまあ僕らも気をつけなきゃいけないのは、はい、記事に書いてあるのは全体の質疑の中のほんの一部であるね。で私が記者さんだったらこういう記事じゃなくって本業の方に前にして粉々記ですけど食いいつくところそれじゃないんですよ検討するって言ったその答弁の前に私はこれ議事録で確認してるのでその時に不適切な土地利用が行われていない段階で次が大事。 予防的に土地取得を規制するための基準や要件を明確に定めておくことは現実問題として困難って言って,んんと言ってるんですよできないって言っちゃってるんですよ。それはおかししいいでしょっていう記事をぜひ 書いてもらいたい、だけれども、なんか検討で終わっちゃってるんでね。うん、えー、多少ちょっと、あの、うん、ええー、産経さんには、あの、失礼なことを申し上げましたが。うん、え産経さんの記事ですね、これね。そうそう、そうですよね。はい、はい、あ、安倍さんどうでう。できないって言っちゃってるんです。どうでしょうか。うん、この問題は、こう、長年ずっと。動かなかった問題が、はい、まほんの少し動いただけですよ、ねええ。ええ。まこれも公明党が足を引っ張ったと記憶してますけども。やはりですね、ちょっと。 長年、ね、日本はすべてにおいて外国に対して生前説,説で当たりすぎてますから、ええ、この問題もスパイの話も含めまして、うん、本当にそう,そう点検してそう洗い直ししてほしいですね、うん、そう思いいますはい、次、早波さん私の一しお願いします、はい、では杉田水脈議員が外国人が働けなくなった時保護する責任があるのは母国です。 まるっきりり当たり前のことなんでこれが差別やヘイトなんだアンミカさん。まあアンミカはな何かわけ分かんないこと言ってたからちょっと引っ掛けて書いただけなんですが私はね杉田海音さんというのは昔あのここで一緒の番組をやってたというそ,それだけのことで杉田議員を私は応援してるわけじゃないんですよ。で杉田さんのすすごいところはですねやっぱり いろんな問題ありますけどそのせ必ず正論を言ってそれで誰にもその忖度せずにまっすだから圧力も生むしたたかれるし共同通信みたいに見えつけられて執よに攻撃されるそれでも彼女は絶対負け,負けないというか負けないんだよ絶対にそれを応援しなければそれは人間じゃないでしょうと僕は思ってるからあの皆さんにそういう。 っていうか僕はしつこくしつこくついた身を頑張るとええと毎日10回ぐらい書いてますけども私はねやっぱりこういう腹の据わったっていうかねまあそれだからゆえに人民党の中でも若干嫌われてる向きもあるけどいやもうそんなこと気にすることはないんでもう全然もう嫌なら嫌でいいとほっときゃいい自分の信じた道をねあなたはまっすぐ行きゃいいんだとあった時には腹と言ってるんですけどね。 長尾さん、ど、どんなもんでしょうか。いや、もう付け加えこれは。もう本当、どこがおかしいのだろう。うん、こっちなんですよね。安倍さんはどうですか。いや、もうの通りです、ね。うですかもう、でもこの番組では、皆さん杉田さんを応援しているということです,ねですよね。はい、はい、じゃあ、安倍さんの文化人版極限ごめんに行きましょう。15番お願いします。女性宮家は望まれているか。 安定的な皇位継承のあり方をめぐり、立憲民主党の野田佳彦元首相の動きが目立つ、女性皇族が婚姻後も皇室にとどまり党首となる女性宮家創設について、議論を急ぐ必要があるとする立憲民主党検討委員会の論点整理を、ぬかが福志郎衆議院議長に提出し、与野党協議の今国会での開始に意欲を示した。 安定的な皇位継承問題をめぐっては自民党の会合でも女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案が議論されている安易な女性宮家創設は将来に大きな禍根を残すことにつながりかねないことを強調しておきたい、はい、あの野田先生という野田さんはですね っい時いきなり女性見上げって言いらしたわけですけどもはい、はい、その時の経緯でいうとケタ宮内庁長官がですねどうやらなんかレクチャーしてからそうなったみたいですが。 そこでちょっと変なことにも吹き込まれたんじゃないかなと実は思ってましてね。うんうん、まあ、武田さん、は中厚生省で、厚生省のドンって言ったら、古川定次郎さん。こういう人があの女性女系天皇を推進した人なんです、ね。えーはい、まあ、その流れがちょっと疑わしいと、私は実は思ってるんですが、うん、まあ、それはともあれですね。女性土産って、今いらっしゃる方々をですね、そのまま置けばいいのかって、そんな簡単な話じゃなくて、実は非常に難しいと。はい まずその範囲をどうするか今の,その天皇陛下の家族だけにするのか三笠の宮家の方とかその他も含むのかという範囲そして仮に婚姻後も女性三宅として創設するのであれば夫が子分子供の身分はどうするんだと。 その,その時にその皇族とすると,となると、えー、一代限りじゃなくて続けるということになるのかと続けると場合によっては女,女性女系天皇に道を開きこれはあのー、今在野には、えー、正当な男系男子の持筋の方がいらっしゃるわけですから、はい、南北朝以上のあの正当性の分裂になってしまいまいすよねだから安倍さんはあのー、女性見分けは難しいんだと。 それぐらいなら旧皇族から復帰してもらう方がはるかに安いとおっしゃってたわけですよね。うんうん、でさらにここで一番大事だと思うのは皇族方が本当にどう思ってるかっていうことがあって小泉政権の時の皇室典範有識者会議は皇族の話を聞かないっていう前提であってそれであの三笠宮様や友人親王があが反対をわざわざ明言したざるを得なくなって だけどそれも聞かない関係ないみたいなことを言って世論を分断させたわけですが今回もそうなのかとていうのは私安倍さんから何度も聞いてますけども安倍さんが本当に直接現在の女性皇族の方に聞いたときにあの宮家にななたいいいいんんてて人誰もいないわと聞いてるんですね、うんうん、これはあのもちろん表にする話じゃなくて私ももう今だから言ってる話ですけども、うん、あのそういうことをないない 安倍さん言ってましたけど、後続方と話せばわかると、うん、直接聞かなくても聞いてもどっちらもですね。うんうん、それをあの野田さんとかは本当に感じ取れているのかっていう,、うん、ていうふうに私はあの疑問で、うんえー、立憲民主党の現在の立場はちょっとおかしいなと思っております。うんうん、まあ立憲民主党は常におかしいんですけどね。うんえー、はい。も、えー、もしご意見があれば長尾さんどうでしょうか。この件。 男性、まあ、を守るために、はい、男子は皇室には入れない、うん、女子は入れるわけですよ男性、うん、を守るためにはい、はい、でさっき安倍さんがおっしゃったように女性三宅結婚された男性親、えー、民というところの、えー、あやはり解釈をどうするのかって必ず出てくるわけで,、はいうん、でまあ安倍さんがいらっしゃったああの総理だった時に、まあ、あの日本の尊厳と国益を守る会ではあつまり伏見の三宅 ののをいただく旧皇族の方々成人されていない男子が10名弱おられるその方々がまあ養子に入って皇室に戻って洗例はありますから。を受け継いでいる男子が国民として生を受けたけれどもその国民が皇室にまた入って天皇になった洗例はありますんでね第五天皇がえあるんで、うん。はい ですからそういうやり方でいけばいいのに、えー、女性三宅創設しか手段がないんだかのように振る舞うということは、うん、本当にあってはならないことですよね、うん、さっきの議論と一緒ですよ、うん、アンモニアだとか、えー、水素で新たなエネルギーを作ることができるのに、うん、再エネしかないみたいな。うんで いくらでも洗礼に基づいて皇位継承の安定化を実現する手段があるのに、うん、もうな、まあ,あ,あったかも女性宮家しかもうないんだと、うんえー、こういうこのまあ八あ代十人の女性天皇はいらっしゃるけどこれはいずれもあのお子様がいらっしゃらなかったから女系天皇ではないんですよね。 そのその男男の女性天皇男系女性性、ええ、でだから女性天皇女系天皇の区別すら分かんない人が簡単に女性え皇族三宅を作ってもいいんじゃないのというそれが一体どういうことに発展する可能性ということを考えれば分かるんだけどもうまるっきり分かってない人たちがそういうことを言い出して特に今、あのー、ああ愛子さまがね 愛子内親王が非常に素晴らしい方だから。だったら愛子ちゃんに天皇になってもいいんじゃないのっていう。女性週刊誌がやたらと書くわけですよ。で意外と支持者が多いというか、支持率が高いんですよ。そうなったらどうなるか、じゃあ愛子ちゃんは天皇陛下になった場合。お,お子様を持って、じゃあその、その子がということになりませんよとあ。あ、少なくとも民間人と結婚すれば。 っていうようなことまでは当然週刊誌は解説しないんだけどその分かりやすい話でいやあの子でいいあの子は天皇陛下になればいいんじゃないのみたいな割と気があるにですよね何が続いてるのかっていうと女性が続いてるんじゃなくて男性が続いてるんじゃなくて男,男系が続いてる、ね、血統が続いてるっていうそういういここことなんでですすよねここですねそこの重要なところがということはね。 と思いますがすみません、ちょっと長くなったので次いかせてくださいね、ちょっとねちょっと待って、あと10分ぐらい、はい、そうするとね、絶対やらなきゃいけないところをまずやった上で、時間また戻るから、ねはい北、北朝鮮のお話をしなきゃいけないんで、20と21、はい、ではそれから22問までまとめて呼んでくれません、はい、ちょっとこの話は出た外せないんで。じゃあまず日経です 北朝鮮、岸田首相が首脳会談の意向、キム・ヨジョン氏が談話。北朝鮮の朝鮮中央通信は25日、岸田首相に政治的決断を促すというキム・ヨジョン朝鮮労働党副部長の談話を報じました。日本人拉致問題をこれ以上解決することもない問題と主張。自分が望むからといって会うことができるわけではないと断じました。 今回の談話では岸田首相が別ルートでできるだけ早い時期に国務委員長に直接会いたいという意向を我々に伝えてきたと明かしました。そして長尾さんのエックスです。参議院の予算委員会においてこの問題が質疑され総理がこの報道については承知していないと答えたようです。えそして二十二番ですね。 産経新聞です林官房長官日朝首脳会談をぐる北朝鮮談話の内容を否定せず林義正官房長官は25日の記者会見で北朝鮮の金正恩朝鮮労働党書記の総書記の妹キム・ヨジョン党副部長が岸田首相がジョン氏と直接会談したいとの意向を伝えてきたとする談話を発表してきたことについて。 さまざまなルートを通じて働きかけを絶えず行っているところだ。引き続き取り組みを進めると述べ、談話の内容は否定しませんでした。これは安倍さん、やっぱりこの金与正の、この、その談話で重要なところは。日本人の拉致問題はこれ以上解決することもない問題、つまり。もう、こ、これを取り扱うというか、あの。 日本側が求める解決策について話し合うつもりはないという、うん、そういう趣旨ですよねこのこの部分だけで言。取れば、はい、そう仮にそうだとしたらじゃあ、えー、その岸田総理はじゃあわざわざ,わざ平壌まで行って金正恩に会う必要ないんじゃないのってなるけどそ,そうじゃないっていう見方もあるんですがどう,どうなんでしょうあのー 金正恩はまあはこういうのはもう分かりきっていることで、えーえー、だって日本側がです、ね、拉致問題の旗を脅せるわけないんですからそ,そ,、ね、それは北朝鮮でも分かっているはずですよ、うん、だから要はこれはもう条件闘争かあるいは高く売りつけるための交渉だと思いますね、うん、でどの道決めることができるのは金正恩一人で、うん、はい。人で妹といえそういうふうにどうこう言えるわけがないんで、うん、現時点ではこう言っているだけだと思います。はい でも例えば小泉訪朝の時には当時の日本政府の主な目的は拉致じゃなくて国交正常化だったから拉致を軽視することもできたけど今となっては日本はもう国交正常化なんかより拉致が重要なわけで,ですそれを脅すわけがないということを前提にまあ揺さぶってみたり交渉の値段を釣り上げてみたりということをやってるんだと私は思っています、うん。それと余も言っってるようにやっぱり岸田総理は やはり早く首脳会談やりたいということをね、うん、繰り返し北側に伝えていると、うん、まあちら側も認めたわけですけどやっぱり今,今の感じで言えば4月10日に訪米してその後ぐらいにどっかのタイミングで北朝鮮にということを少なくとも岸田総理は考えているとそれはそう思っていいわけですよね。もも、ねねえー、もちろろん第一問題を解決したいっていとうううのも本気だ同時にもう 拉致問題でも前にに進めなないい限りは千田政権に明日はないわけですからそれもあると思います永尾、ねねはい、さんいかがでしょうかね行くのはくというか首脳会談やりたいやらなきゃいけないそこはいいんだけどじゃあ行って何人取り戻してくるかということが日本側からしてですよ最大重要重要問題になるんですけど果たしてそこまで行けるのかどうかっていう。まあどういう交渉の状態になってるかっていうのがわからないので。はいうん まあ最悪のことを考えればその拉致被害者を全員即時一括この3点セットが揃わない限り交渉には乗らないよという中で日本側が北朝鮮にアプローチをしちゃっていて,しちゃって,いてで今回、金与正がまあがこういう交渉事を暴露して。 まあ完全にマウント取られてますよね拉致問題のこととか、うん、あと北朝鮮に対する敵視はやめろと、はいえー、あとは北朝鮮の自衛の強化ということについても認めろと、うん、なら、えー、会談してやってもいいぞとヨジョンの話だけ言えば、うん、なんか完全にあのマウント取られちゃってるんでこれがもし事実なら本当にあの事態は深刻だからもう,こそ,うそういう。 状態でであればもう行かない方がいい方がすよね、うん、まあ北朝鮮としてはあの一番の重要事項は金王朝の存続で、うん、そのためにはアメリカの保証が欲しいとしかし今アメリカに相手にされてないと、うん、したがって北朝鮮が日本に働きかける理由は前回も言ったように国内の急防や韓国日本の情報がもう入って止められないということが一つともう一つ日本にアメリカとの仲介をやらせたいというのも当然あるわけですよね。それをそのうまく こちらも向こう側にそのフジマサだけじゃなくてこっちも、えー、交渉しうまくやってはい、はい、なんとか前に進めてほしいと私は期待していますい、うんうんうん。はい、じゃあ,あと5分なので戻ります。さなみさん、一審の話でいきます。17と18を続けて呼んでもらっていいですかね。はい、では産経の記事です。衆院選 自公過半数割れ目標日本維新の会党大会で活動方針決定衆院解散6月想定日本維新の会は党大会を開き次期衆院選の目標などを盛り込んだ令和6年活動方針を決定しましたこれまで掲げてきた野党第一党の目標に加え与党の自民・公明両党を過半数割れに追い込むとの方針を記しました 馬場信之代表は大会で岸田首相が衆院解散総選挙に踏み切る時期について濃厚なのは6月ではないかとの観測をしていましたじゃあそこまでいいですかごめんなさいえ,えっと安倍さんこれはこの前維新が党大会開いて事故を過半数割れに追い込むんだということを言ってるんですが現実問題としてじゃあ次の衆議院選挙で そんななことにはなれなりよまあ、自公で過半数は厳しいかもしれませんけどただ、どうなんでしょうね、あこれ、ま,あ、まず比例票は確実に自民党は相当減りますで、小選挙区はあの、まあ、日頃の運動が大事ではあるけれども、やはりこうお灸を据えようモードがまだ続いているようだったら、うん、相当悲惨な目になる可能性もあると,お給というのは自民党に対んなるほす。 うんまあ、だからちょっと過半数だとか、まあ、具体的な数字でちょっともう一個一個,一個数えないと分かりませんけどもそれともう一つはその一方でこれまでそのまあ関西を中心にね、まあ、イケイケの日本維新でしたけどもここに来てやはりその中国との関係の深さとかそれこそあの太陽光パネル ですとかそれから大阪万博ですとかまあ維新にしてみればかなりですね逆風が相当以前に比べたらですよ吹いてるようにも思いますけどこの辺も勘案してででどううなんでしょうかあの今前みたいな順風が吹いてないだけで逆風とまではいかないんじゃないかなと思っていましてやっぱりですね今むしろ維新よりなんか参政党が沈んできたなという感じがしますけどね。 はいさんいかがでしょう永沢さんもその煽りり食らっちゃったんで20年で日本維新の会と戦ってきた身とすると侮らない方がいいと思う維新が言ったことは全部実現してますから選挙に関してね選挙に関して統一地方選挙の時も600議席取れなかったら代表辞めるっつって言って800だったかな地方議員ね えー、そんな無理だろうと思ったんですけどやりきりましたよなるほどなるほど、えー、でこの自己過半数割れっていうのは維新にとってみたら極めて現実的な話であってなるほど前は何だったかなあのもうちょっとグレードの高いスローガンだったんですよあそれは無理だろうからってことで自己過半数割れまではいいだろうと、うんえー、これは僕は侮らない方がいいなと。 アナドルとか言うんじゃないけど、たとえば。現実味がある。あの、あ、現実味です。例えば。えー、まあ、まだ西日本というかね、関西を中心に。あ、そうでしょうけど。まあ、東京中、首都圏も含めた。東日本で維新って、やっぱそれほど。伸びてるっていうか、力を持ってるんですか。どうなんですか。ただ、各議会に一人二人いますよね。はい。人人えー、そうすると、次の選挙の時に、二人は三人。うん どころか、うん、ええー、五人とか六人になったりする、んですよ要はですね、維新っていうのは地味に入れたくない人が入れる先として非常に有力なんそうです。はいはいはい、あ、なるほどね。うん、それは。だから大阪の場合は、あの過去二回の衆議院選挙の突入の前で、うん、ええー、自民党支持者の四割は維新に入れるっていう世論調査。なるほどなるほど。ほど大阪だけで。大阪だけで、ね、で、全国はそうじゃなかった。うんうん、でも今度は。うん まあ、この間のとあるあの会社の世論調査だと自民党に前回は入れたけど次は入れないっていう人が35%いるんですよ。全国の話ですよ。なるほどそうすると大阪だけの現状が、まあ、あくまでも世論調査という中でちょっと全方位的になってきたなっていう。 部分において、うん、え特に維新の地方議員がその議会に一人でもいるところは、うん、これはあの心して自民党側は取り組み必要があると思いますね。うんうんうん、なるほど。方がすごく上手ですあ。じゃあねあのさなみさんすみません、19番をちょっと呼んでもらいましょうか。はい、えー。立民の泉健太さん、国民民主党の雄一郎代表が都内で会談。<laughs> 基本政策めぐっても意見交換。 立憲民主党の泉健太代表と国民民主党の玉木雄一郎代表は25日夜東京都内で会談しましたガソリン税を一部軽減するトリガー条項の凍結解除をめぐり国民がまとめた法案の共同提出について協議安全保障やエネルギー憲法など基本政策に関する議論の必要性についても意見交換をしました立民国民両党を支援する連合は両党所属の議員を中心に政治勢力の結集を強めて求めています まあこれ安倍さんもたまたまこの2人が会って会談したって別にそれ悪いことじゃないんだけど少なくとも国民主党は立憲民主党と組んで選挙やろうなんて全然考えてないんですよねこれがね。考えてないいと思まますね,ねまあもちろん会談ぐらいはするでしょうけど。うんうん